今自分が欲しいのはこんな音楽かもしれないって言ってピアノに向かったんですよね。自分はそんなに得意でない楽器だけど大好きなピアノで曲を作る、その自由さと不自由さがまた楽しかった。このアルバムにかける俺の思い、メッセージはもう一個しかないの。